アローハー、毎日サンダルです。奥サンダルです。おはようございます。おはようございます。はい、今10時のワイキキですが、ついに元フードパントリーのね跡地、今リリアっていうコンドが建ってますけど、そこの前のサイドウォークが開放されてるんで来てみました。上が住宅で、下1階にスーパーが入るんだよね。これがパントリーだったの。またまた。そうだね。そう、これがあれでしょ、バス停でしょ。バス停ね、すげえ綺麗なバス停じゃん。そうだね。あの普通のなんか看板だけが立ってるっていうのじゃなくなるんだね。中にベンチとかあったらこっちで待っちゃいそう。でもどうなんだろうね、階段があって、こっちがスーパーになるのかな。あ、こっちなのかね。え、なんかそこの角が入り口とかになりそうじゃない。おー、うん、ABC 真ん中じゃないですか。まあどうだろうね、まあ使い方はちょっと違うんじゃない。夜までやるのかな。何時までやるんだろうね。12時までや、え、もっと2時ぐらいまでやってなかったっけ。で、向こう側が多分住居のエントランスになってるんだよね。クヒオ側はスーパーとかができるはず。さあ、ついに間もなく3月ですけども、はい、3月1日からなんと日本帰国規制が緩和されますね。もう接種していれば大丈夫なのかな。3日隔離。それはホテル？自宅だよね。3回接種してる人で、その後自分で、検査を受けて、それをなんかこう提出すればおしまい。あれ？また変わったんじゃなかったっけ。そうなんです。さらに変わったはずよ。なんか1回緩和されてまたすぐなんか、そうなんです。人はでも、あの日本入国時に、うん、あの空港の検査で陰性であれば、うん、24時間以内だったら、うん、あの公共交通機関で帰っていいよっていう。あ、そうなんだ、うん、すごいね。そうそう、一気に緩和されたから、ね、でもまだそれでもハワイ入国する時もハワイ出国する時も陰性証明を取らなきゃいけないから、まあ、その PCR 検査代まあ、まだまだ追加でかかるとは思うけど、時間的にはあれだね。そうそうそう、ね、だから間もなく3月だから、ちょうど本当コロナがの感染が拡大してもう丸2年か、うんうん、ね、JAL の成田便も毎日飛びって、おお、だからね、一気に、うん、まあね、でもすぐにはね、なかなか来れないとは思うから、まあでもゴールデンウィークとか夏休みとかはまたね、あのハワイ旅行を計画される方もね増えるんではないかなと思った矢先に、まあ今度はね、国際情勢的にはね、ウクライナの侵攻が始まっちゃって、ちょっときな臭い世界になっちゃったよね。結構やっぱりアメリカ人スタッフたちでも最近の話題はもうウクライナどうなるみたいな、うん、ね、やっぱりそれでアメリカがもっと軍がね出兵とかしてさ、ちょっと戦争状態になるとやっぱりハワイに来る人も減るんじゃないかな。だから観光史的にもやっぱり過去ハワイに人が来なかったのって、まあ、コロナを除くと、そう、湾岸戦争とか 9.11 とかの時にね、やっぱり人が来なかったらしいからさ、まあもちろん日本もね、ロシア近いからもう今海外に行ってる雰囲気じゃないよねっていうモードになっちゃうかもね。
そんな中でもハワイは今日も平和でございます。土曜日の朝、ちょっとね風が強いですけど、あ、ちょっとのんびりお散歩しながら、はい、ブランチの場所でも探しますか。波そんなにないね。うん？あ、でもさ、なんかこうせっかくね、世界的にコロナも回復してきてさ、感染者も、まあ、日本はまだちょっと落ち着かないけど、ね、世界的に落ち着いてきて、アメリカとか各国こう規制を解除してきてさ、こっからやっと海外旅行とかまた通常の生活に戻りましょう、オリンピックもやったよね、東京もやった、北京もやったって、さあこっからっていう時になんかまたなんか出花をくじかれた感はあるけどね。ハワイから見たら多分もう本当地球の真反対の出来事ではあるけど、やっぱり世界経済的にはつながってるからもう影響が出る可能性はあるよね。だからここ数日奥サンダルも常に携帯アプリのフライトレーダーだっけで、まあ飛行機好き女子として飛行機ウォッチをしてると、もうウクライナ周辺がすごいんでしょ。そうだね、ウクライナは飛んでないけど、その近くですね。だから逆に言うと、そのウクライナ上空には飛行機が今一切飛んでなくて、そう周辺にこんなのね、無料のアプリで僕らが見れて大丈夫なのみたいな情報とかが載ってるわけでしょ。そうじゃないか、だって多分空見上げれば見えるぐらいでしょ。だから別にそんななんかこう隠れてるわけじゃないか。いやでもさ、軍用機とかもそのアプリに出てくるわけでしょ。本当に隠したいのは出さないようにできるのかな。いやもしかしたらさ、ダミーかもしれないし。そういうこと。さあやってるかな、あの見て見てじゃない、行きますか久しぶりにね、行ってみましょう。じゃあね、アランチノさん、今はランチは2号だけでした。11時半からだったし、昔ブランチやってたのにね。すごい、めっちゃ人いる。大会なのかな。US 読めないな。ビーチバレーボール。なんか大会なのかな。ね、ちゃんとユニフォーム着てるし、ね、いつもいないなんか審判みたいな人も立ってるし、さあ結局アランチーノさんがやってなかったので、このまままっすぐモンサラットを北上しましょう。なんかワイキキズー、ホノルルズーも工事してるのかな。でも人並んでるね、なんか入り口に。なんだろう、涼しい
風が。夜すごい寒いもんね。夜寒いね。20度ちょっととか。そうだね。まあまあ日本からしたらね、20度とかで寒いとか言うなよっていう話だけど。いやでもこの間さ、ちょっとショート YouTube ショートで出したけど、いつもこう毎朝こうコーヒーを、ホットコーヒーを入れてるじゃないですか。でそこにココナッツオイルをね、ちょこっとワンティースプーン入れてるんだけど、最近もうずーっとなんか固まっちゃってるもんね。あ、日本だと完全にガチガチに固まりを。そうなの。ガリ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 って削って、あ、なんかそこに来てる、なんか閉ざまる、こんにちは、なんだろう、めっちゃ珍しいとこ。大丈夫、ホノルルズーから逃げてきたんじゃないの。足がさ、水通り直して。あ、本当だ、ごめんなさい、ここの車の人は誰もいない。プルプルしてる、プルプルしてる。眠いの、ビビってんの、変なとこ来ちゃったってなってないの。でもなんかくちばしとか鋭そうだ。話、ああ、そう、ココナッツオイルの話ね。ああ、そう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 、蜂蜜とかもだから結構固まるね。いつも夏はさ、ほんとほぼ半透明のさらっとしたオイルなのに、うん、なんか動物園内でなんかやってる。ここのなんかアートギャラリーはいつもやってるよね。うん、で中でなんか週末だけかな、ね、この動物園の中で今なんか演奏してるね。なんだろう、喉かな喉かな。ワイキキ側からモンサラットをね、ずっとこう動物園側をずっと歩いてきて、パキストリートとの交差点、結構実は僕ここのエリアが好きというか、こっから見るダイヤモンドヘッドが好きなんだよね。こうなんていうのかな、断崖絶壁感見えるかな。本当なんかスイスのアイガーみたいな感じ。そうなんかみたいな。なんかグリンデルバルトから見たアイガーってこんな感じだったよねみたいな。夏はこんな感じなの？いや違うと思うけど全然違うと思うけど、なんか奥行きがある感じでいいよね。そうそうそう、なんかね、このワイキキから見るダイヤモンドヘッドとも違うし、あのダイヤモンドヘッド登ってる時のダイヤモンドヘッドとも違って、なんかこの山肌も感じる、そう、その距離感っていうか、実はここからのダイヤモンドヘッドが好きですっていう話。そして謎の植物園。お、近い。鳥系 YouTuber じゃなかったっけ。もうそんな時期か。他なんかさ、ダイヤモンドヘッドやっぱりこう結構大パノラマで見れると思うんだよね。まあ、ダイヤモンドヘッド好きの方はぜひね、ここからダイヤモンドヘッドを眺めてみていただいて、登るもよし、見るもよし、富士山みたいだね。違うな、富士山は見る、
専門家。まあ、でも結構なんかお昼食べてる人とかも結構こう憩いの場的な感じになっております。そうだね、だからワイキキから本当にワイキキ、まあね、もちろんカピオラニ公園から見たらね、バーンって見えるんだけど、なんかちょっとそう形のダイヤモンドヘッドが見える、この辺の角度から見てもね、本当ダイヤモンドヘッドの頭からお尻まで一望できる ね、本当にこうクレーターでぶっ飛んでますみたいな元はどれぐらいの高さだったんだろうね。そうだね、11時になって今ちょうどパイオニアサルも開いて、まあ、ボーガーズ、サニーデイズ、ヘルスバーで、イタリアンもオープンしてる。そしてかわいすしでカフェモリーズもある。このモンサロットの通りに、ね、結構ハワイの YouTuber さん結構訪れてる。ワイキキレイヤー初めて行きます。やっと来れました。予約ないと入れないかな。この閑静な住宅街に突然現れる、ね、結婚式場。ランチをパスタセットとシェフスペシャル。はい。プリメリアも咲いてる。このなんかね、素敵だよね。これどっから入るんだろう。入り口どこ。ここから入っていいのかな。お邪魔しまーす。ね。ダイヤモンドヘッドも眺めながら。あ、ウェルカムって書いてある。ありがとう。初ランチメニュー。パスタセットとシェフスペシャル。ね。なんかいろんな YouTuber の人の動画でも、こう、1階のガーデンサイドはよく映ってたけど、2階があるなんて初めて知った、ね、ダイヤモンドヘッドもちらっと見える。1階からダイヤモンドヘッド見えるか、見えるんじゃないかな。ガーリックチキンだって。チキンソテー。と、クリームパスタ。やべ、超美味しそう。ハワイだけど昭和だよ。パフェです。フルーツパフェとモンブランパフェで、しかもこの景色超美味しそうじゃない。なんか優雅な優雅な感じだよね。はい、いただいてきました。ごちそうさまでした。いかがでしたか。すごいよね、なんか今このね、2階でいただいてきましたけど、ダイヤモンドヘッドも見えて、なんか優雅な雰囲気だよね。ワイキキから徒歩20分ぐらいで、ちょっと普通のワイキキのあの海辺のね感じとは違った。なんかこのお花がいっぱいあっ
ね、朝通ったあの、なんだっけ、クイーン、なんだっけ、なんとか公園、カピオラに植物園、植物園、うん、よりいっぱいお金入ってるそうだね火水休みって書いてあったっけ。で、朝食がやって、今ランチタイム、うん、で、まあディナーは予約のみであるらしいので、いや、またね、朝食で来たいし、夜も夜で、まあサンセットタイムとかなんかいい感じなんじゃないかなと思います。トイレもめっちゃ綺麗だった。さすがね、ウェディング会場だけあってすっごいちゃんとウォシュレットもちゃんとついてる。さすが。本当だ。さあ、まあのんびりした週末のブランチでした。はい。はい。ではね、まあ、2月ももうすぐ終わりで、まあ、3月からいろいろ入国規制とかもね解除されて、まあ、ハワイ旅行しやすくなる環境には徐々になってると思います。まあ、ただちょっと世界情勢的にね不安定なんて何とも言えないんですけども、まあ今後どうなるか、はい、まあ引き続きハワイの様子をお届けしていきたいと思います。はい、はい、では本日もご視聴ありがとうございました。はい、また次回の動画でお会いしましょう。 Thank you、 マハロー。